ギュイン徳川のほろ酔い雑談へようこそっていう感じでですね。はい、どうもこんばんは、ギュイン徳川です。まあ、今回はね、あれですよ、雑談ですね。リョン君がうちに昨年末に置いていったフロムザバレルね。うわー、すっげー、めっちゃこぼれた。めっちゃこぼれて。まあいいや。ではいただきます。あ、別にそんなあれやん。すごい飲みやすいですねこれね。うん。まあ、去年の暮れからですね、その僕の身の回りに起こっていることを、まあ、ちょっと今回はその整理しておきたいなということでですね、まあ Vlog 的な、まあ、ちょっとだらしゃべりさせていただきますんでね、まあ暇な時にねゆっくり見ていただいたらいいと思います。瀬戸康史さんのね三つ秋 TV ラップを解説してやるという動画を年末に出させてもらったんですけども、まあ、これがちょっとやばいことになってますよね。まだ伸び続けてますからね。これ余裕でガンガン飲めんなこれ。まさかその瀬戸さん本人にね動画で取り上げてもらえるとは思ってもみなかったんでね、本当にありがとうございます。瀬戸さんのねチャンネルから俺のとこにたくさんの人がですね遊びに来てもらってですね、まあ、さらにあの動画の効果でですね、そのチャンネル登録者数がなんと倍ですよ。倍になりました。うん、ちょっとその処理しきらんというかね、うん、バグっちゃいましたね頭が。うん、もうねもうこんなん知らんわこれね。もうコメント数1000ですよ、1000。どういうことやねこれ。個別にコメント返しっていうのはできないんですけどね、まあ、全部読ませてもらってるんですよ。まあごめんなさいね、これほんまね嬉しいんですよ、ほんま嬉しいねこれ。うん、もうこれほんで面白いっすよ。新しい文順から見たらいいんかな。1000やからコメントを引っ張り出すのも難しいよね。まずですね、造詞じゃないですよと、造形ですよとね。造形は造詞、造形小卒なのっていうね。もうね分かったっちゅうね、もう知らんかったっちゅうねこれ。どうせ低学歴ですよ、ほんとね、もうアホでごめんね、大学中退したっちゅうねもうね。うん、これね、うちの社長がね気がついてたんですって。俺がその造形という言葉をね造詞と読み間違えてることをその気がついてたんですって。でもなんかその時にそのなぜか社長はですねその俺の間違いをスルーしたんだと。うん、あの時に訂正してればよかったなって言うんですよ、あの動画を見た後にね。もう勘弁してくださいよっていうね。もう俺は37年間造詞やと思って生きてきましたからねこれね。もう恥ずかしいですよほんまね。あとねこれも多かったですね、そのヒカキンディスってんじゃねえっていうやつですね。うん、これはねそうですね、これはちょっとまあ反省すべきかなっていうところでもあるんですよ。うん、ほんまにこう思いつきというかですね、まあなんせその三つ秋 TV ラップがですね、そのあまりにもその完成度にそう感動してしまってですね、ほぼ勢いで作った動画なんですよね。言い訳みたいになってるというか、まあ言い訳なんですけどね。うん、まあ、ヒカキンさんのその YouTube テーマソングはですね、まあそのあれはダサいダサいって言っちゃってますけど、あれはダサいからいいんですよね。そのダサいっていう言葉はですね、まあそのもちろん否定的な言葉ではあるんですけども、まあ、その商業的に
捉えるとですね、まあ、これもねコメントで書いてくれている方がいましたけども、その YouTuber のその動画の、まあ、コアターゲットっていうものを考えるとですね、あの曲はすごくよくできた曲なんですよ。セイキンさんが作った曲なんですね。これはコメントしてくれた方のおかげで知ることができましたけどね。ここではねあんまり深くは掘らないですけど、そのウームの最高顧問ファウンダーとしてのヒカキンさんという立場に鑑みてもですね、まあよくできた歌詞と曲ですよ。 YouTube というねその音節がどうのこうのっていう話なんですけども、まあ、日本語英語でそのなんていうんですかね、英語をまだ学校で習ってないキッズたちにこうスッとこう入っていくというかね、もう鉄頭鉄尾覚えやすくてキャッチーなメロディーと歌詞で構成されているっていうね、すごいいい匂いやなこの酒。まあ、三崎 TV ラップの良さを伝えるためにその比較対象としてねダサいよねっていう話になってしまっただけであってね、ビジネスの側面から捉えるとですね、むしろそのね広告の世界で生きている我々はもう見習うべきクリエイティブですよね、あれはね。そのほんまの意味でディスってるわけではないんですよ。瀬戸さんがすごすぎただけっていうね。でね、あれですよ、その瀬戸さんね、俺のことをその音楽をちゃんとやってる人みたいなねプロの方みたいな言い方をしてましたけども、全然俺プロでも何でもないですからね。仕事で作曲もやってるから、まあ、プロっちゃプロなんですけど、まあただのおっさんですよね。まあ、ミュージシャンというよりは、まあ、どっちかというとバンドマン崩れのサラリーマンでございますね。これは何なんですか？ウイスキーなんですか？モルトグレーン。これなんかちょっとおつまみがいるんじゃないの？チョコレートがあったんで、これをちょっとガーナミルクチョコレートの生チョコなんとかってやつですよ。あー合うな、めっちゃ合うなこれ。ウイスキーとチョコレートってすごい相性いいんですね。まあそんな感じですよ。どんな感じやねんっていうね。もう一つね今日話したかったのは、そのこれからのこのギュイーン徳川のね、まあ、2016年の動きなんですけどね、今年はねすごいちょっとね忙しくなりそうなんですよね。これがまたね、その YouTube の活動が結構ですねいい感じに伸びてきてね、まあ本当にありがたいんですけども、まあそのおかげでこうたくさんこう新しい出会いがあるとね。パナチューバーもその一つですよね。アンソニーさんとリョン君とね、がっつりチームを組んでね、T シャツ作ったりとかね、生放送やったりとかして楽しませてもらってますよね。で、あれですよ、この前はそのね元ソニーのエンジニアで豆知識動画を配信されているヒロピーさんとね、それからリョン君と3人で、東京オートサロンに行ってきましてね。ヒロピーさんがね、早速楽しい動画をアップされてましたけども、まあそちらの動画にですねこのギュインも出演させてもらってましてね、よかったら見に行ってみてください。かなり変態なギュインさんが映ってますよ。俺らと音楽もそうですね。これはね、東京に俺が出てきた時にですね積極的に声をかけてくれたエマークさんね、彼も東京で個人のデザイン会社を経営されている方でですね、で元バンドマンっていうね、俺とその境遇がすごく似ているということでね、その意気投合しましてね、でなんかやろうかっつってできたのが俺らと音楽っていう企画なんですよ。かなりハイクオリティな音楽番組にねなってるんで、まあ、音楽好きな方はね見ていただいたらいいと思いますよね。まあでもあれはですね、その一本の動画を作るのにねものすごい時間と労力がかかるんで、まあ、ちょっと今後はねその更新頻度を落とすかも
もしれませんけどね、まあたまに気が向いた時にねやっていこうかなと、まあそういう感じですね。氷とかしながら飲んだらいいでしょ、ね、極めつけはですね、うちの会社ね、水水社のおべともさん、ね、女性ですよ、可愛いですよ、うん、水水社のねキャラクターデザイナーで NHK でね、アニメーションとかをやってた方なんですけどね、女性とのコラボはねすっごい新鮮ですね、なんか楽しくてしゃあないですよね。うん、おべともさんとのコラボはですね、すいすいチャンネルの方でやってるんですよ。うん、だからすいすいチャンネルの方もねよろしくお願いします、はい、まあという感じでですね、なんかすごいでしょこれね、これ全部 YouTube で動画出してるっていうね、そこから広がって出会えた人たちなんですよ。もう言うたらこれ俺37ですよ、ね、37のおっさんなんですけど、こんなおっさんでもガンガン友達ができるっていうね、うん、これってなんかすっごい素敵なことやと思いませんかね。だからね、まあ決めましたよ、うん、これはもうこのギュイーンの2016年はですね、出会いの年やと、コラボに力を入れていこうと思っております、うん、まあ、もちろんその YouTube やってる方とのコラボレーションもそうなんですけども、その YouTube 以外のね、うん、例えば他のそのメディアで活躍している方とかね、ミュージシャンの方とかね、うん、もちろんあれですよ、そのギュイーンのチャンネルを今登録してくださってる方がちゃんとその興味を持ってね楽しんでいただけるような、そういう方とコラボ企画をしっかりと考えてね、うん、その動画作りっていうのをちゃんとしていこうと思ってますんで、まあそうですね、まあなんか締まりの悪い感じになってるけど、まあ今年もね、一つこのギュイーン徳川のYouTube チャンネルをですね、温かく見守ってやっていただければと、こう思っておりますね、うん。よろしくお願いします。あれですよ、もちろんその同チェックの方もね、しっかりやっていきますよ。うん、ネタの方はね、もうめっちゃ溜まってるんで、まあ、ちょっと今忙しくて、その間がね、ちょっと空いちゃってる感じになってるんですけども、まあ、もう少しで完成する動画が1本あるんで、まあ、それは近々アップすると思いますね。ほろ酔い雑談か、アンソニーさん、これおもろいこと考えたな、うん、またやってもらいたいですよね、うん、まあそんな感じですよね、それではまた次の動画でお会いしましょう。ギュイーン徳川でした。